ゲームクリエイターになる前の学生でしょってことで、うん、今回その企画をやらせてもらいました。あんまなかったか今までこういうの、はいはいはい、挑戦状叩きつけられましたよこれ。いいでしょう、浮遊感がやばい。いやこれ楽しいな、2人でやんの。作りたいが見えてよかったっすわ。皆さんこんにちは。はい、こんにちは。お待たせしました。はい、ということで、改めましてケンギです、よろしくお願いします。お願いします。さあ本日 MC を務めます、はい、山野智三です。どうぞよろしくお願いします。ということでね、今回はね、私がですね、経営サミット学生コンテンスト委員長を務めさせていただけるということで、はい、はい、全国の学生さんがですね、面白いゲームを今日のために見せてくれると。はい、はい、全国のクリエイターがどんなことを考えてるのか、めちゃくちゃ楽しみです。今日は気合入ってます。え、気合入ってます。いや入るでしょ。あのね、ちょっと それ入るんですよ。一個言いたいことがあるんですけど、はい、皆さんこの足元見てもらっていい？どういうこと？いやこれはこれ気合なの？いやサンダルはね、う気合、気合っていうか、その一番その落ち着く形でやってる。え、なに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 、落ち着く形でやらせてもらってる。あ、なるほどね、うん。いや別にスニーカー入ったらちゃんとしてるっていう話じゃないじゃないですか。もうでもサンダルで東京ゲームショーのステージに上がってる人はどれぐらいいるのかなっていう統計取りたいけどね。今回は、学生さんの、はい、まだ世の中に出ていないゲーム、はい、まあ、こちらをみんなに見ていただいて、うん、そして世の中の埋もれた才能を見つけていこうかと、はい、そういった企画になってます。あ、ちょっと一番聞きたいんですけど、はい、なんでこの企画やろうと思ったんですか？まあ、やっぱり一番は、まあ、僕自身がゲーム作ってるんですよ、はい、今現状、はい、でゲーム作りマジでむずいんですよ。うん、めっちゃむずい。でしかもめちゃくちゃむずいのに、そっから売れようと思ったらめちゃくちゃ金かかる。うん、なんだこれって。ちょっとぶっちゃけすぎてる。そうだから、はい、ゲームクリエイターって、うん、もうハードルクソ高いんですよ。はいはいはい、はい、にもかかわらず、ね、うん、なんか日本であんまりそういうの紹介してる人いない。はいはいはい、俺はそれがすごい悲しくて、うん、で日本でこのゲーム作りたいとか言って、将来ね、もう僕たちが言うたら楽しめるコンテンツを作ってくれる人たちですよ、はい、この人たちもっと大事にしないといけないんじゃないのっていうのが本当に気持ちとしてあって、でもゼータ入った当初からもうとにかく僕はインディーゲームやりたいですと。なるほどね。インディーゲームマジで応援したいですって言ってたんで、はい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 、インディーゲーム応援するんだったら、まずはインディーゲームクリエイターになる前の学生でしょってことで、今回その企画をやらせてもらいました。なるほどね、はい、まあ、そんな熱い思いが皆さん伝わったと思いますが、もうすごいね、会場も来ていただいてありがとうございます。はい、ぜひこの後学生さんが出てくるのでね、どういうゲームが出てくるか見ていただきたいと思いますけれども、はい、さあ K サミットを改めて説明させていただければなと思います。今回の企画は、自身でゲームを開発しているケンキならではの視点で学生クリエイターたちが提出する渾身の作品を吟味します。今後の自分のビジネスのために優秀なゲームクリエイターに唾をつけておきたい、そんな研究の願いを叶える少し下心のあるイベントとなっておりますので。それはね、ちょっと誤解ありますよ。本当ですか？台本ばっちり書いてます。唾はつけたいとは思ってない。本当に頑張っていただきたい。なんか松岡修造さんみたいになってますけどね。はい、さあまたコンテストというぐらいなので、イベントの最後に表彰を用意しております。それがこちらです。はい、さあスライド今出ておりますが、1つ目は、はい、革新賞、はい、こちらはゲームを作る上で新しい視点を切り開いた作品に贈られます。そして2つ目は技術賞、こちらは特に技術力の高かった作品に贈りたいなという形になっております。はい、そして3つ目は最優秀賞となりまして、はい、本コンテストにおいて最も優れた作品に贈られるということで、まあね、将来的にはこれを本当に昇華していきたいという話をスタッフさんにも聞いたんですけれども、はい、各賞の評価は、研究の独断と偏見で、ありがとうございます。皆さんご了承ください。まあ、なんで僕の好みにめちゃくちゃ寄ります。すいません、それはもう忖度ありすぎじゃん。忖度はありますから、まあ、忖度その個人の忖度というよりゲームに対する思い入れはあるかもしれない。まあね、うん、熱い思いでやってますからね、うん、仕方なしというところでございます。さあそれではいきますか。もういきますか。はい、やりましょう。はい、僕のゲームはフックを使ってゴールを目指す 2D 横スクロールアクションゲームとなっています。操作は、マウスのみでできます。マウスのみ。あ、キーボード使わないんだ。あ、そうです。壁を狙って、はい、ドラッグして、はい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 、左クリック長押しでなるほどプレイヤーを進ませるっていうゲームになります。オーソドックスな、スクロールゲームになってます。でフックを飛ばして壁をつかみプレイヤーを加速させゴールを目指そうということで、はい、もうほんとシンプルだけどやりごたえのあるゲームを目指して制作しました。じゃあ行きますか。さあまたのゲームをプレイしてきた男、はい、元気が、いやこれ初見ゲーム見せてくれるか。まあまずはね、僕の操作性のうまさここから見せていきたい。これどれ、ワン、お、ちょっとハードル上げてるぞ、ハードル上げてるぞ。ワンで大丈夫、オッケー。
これをクリック長押しですね。クリック長押しで、あーなるほどね、あクリック長押しね、あーおーおーなるほどね、理解した理解した理解した。で、こうやって、おーおーおー、あーなるほど、こう、あ、むずくね、あなるほどね、結構むずいわ。橋本さん、これと、これは取った方がいいんですか、途中に出てるやつは。スコアに関係あるので、あーなるほどなるほど、はい、持ってると思うんですけど、あれが3つになると、あのスコア上がっていくので、うん、なるほどなるほど、取れば取るほど上がって、でも時間が短ければ、その分スコアも上がるんで、あーなるほど、このアンバイをタイムアタックと、そうです。ああ、そういうことね。両方なんだ。はい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 、あと HP も関係ありますね。なるほどなるほど。HP は何で？あ、ごめん、取れかったらもう。え、これ HP は何？その壁にぶつかったら HP 減る。あ、そうですね。壁にぶつかったり、この後ダメージを受けるような障害物が出てくるので。はい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 。結構こういうゲームって割とステージがどん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 ただ難易度が上がっていくだけ。だからゲーム体験としては細かいその操作がひたすら必要になってくるっていうのになりがちなんだけど、このゲームはね、なんかその。どういうことがこのゲームでできるのかっていうのをいろいろ考えられて死にそう、ちょっと待って、死にそうこれ綱よし、よーし、オッケーオッケー、おー、これ無限、面がある分無限にできそうだな。うん、これだから対戦ゲームとかにしてもおもろいかもな。全部で20ステージありますそんなの？あります。今俺何ステージ？今9かな、ナンバー9って出てると。そうですね、それぞれのステージに即した名前にしてるんで。はいはい、あーすいません、めっちゃひどいこれ。あーなるほどね、なるほどね。気持ちよさがすごいわかるな、これ見てるだけでも、うん、これ、いやこれおもろい、確かにあんまなかったかも今までこういうの。あー、まあらららら、うん、まずいね、まずいね、ちょっともう11面だから。あーこれ撃ってくる、球撃ってくる、あれ見せるプレーを。いやいやいや、これを相手をこう引き寄せて一気に。なるほど、こういう技術です。ちょっと見せたかもしれない、本当に。でこれで、あ、ちょっと、ね、おっ、おい、拍手、ありがとうございます。いや、すごいわ、普通に。じゃあ、改めて、ケンキさん、総評お願いします。やっぱゲームって一番最初に、なんか操作しにくいとか、うん、なんかちょっとこの動きが悪いなって感じると、やっぱ離脱率ってすごいあると思うんですけど、もう皆さんやめちゃう人多いと思うんですけど、はい、そういうストレスがまず一切なかった、うんうん、で、UI もシンプルなんですけど、何が書いてあるのかが分かりやすいんで、結局その本人デザイナーじゃないのに、はいはいはい、なんとそれが分かるように直感的ですよね。そう、直感的に何をしたらいいかがすごく分かりやすいようにしてあるのも良かったりして、うんうん、でやっぱ何よりもそのゲームのアイディア、ワイヤーを使って、うん、ストーリー進めていく、ストーリー進めていくっていうのが面白かったから、これに例えば、まあ、ストーリーが乗っかってきて、はい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 、世界観が乗っかってきて、あれなんか例えばかわいいキャラとか、ちょっとかっこいいキャラがあのワイヤーを使って、なんかそのなんでこれをしてんのかっていう、なんかこう説得力があると一気にマジのゲームになるなっていう感じがあって、本当になんかそのアイディアとしてすごい良かったです。はい、このゲームは、はい、箱庭ラーメン堂っていうオリジナルの、うん、ラーメンを作るシミュレーションゲームになる。ラーメン作るゲーム、なるほど、はい、いいね、尖ってて。このゲームは小麦やネギなどの作物、はい、家畜の豚や鶏などを購入をし、うん、畑で育て育成した小麦などを収穫、また麺も縮れ麺、細麺、中太麺、太麺の4つから選ぶことができます。もうなんかラーメン屋の話しか聞いてない。お前ラーメン好きじゃない。そうです、ゲームの話聞いてる感じじゃないぞ。その中で究極のラーメンを完成させて、はい、1万円っていう値段を稼いでいくっていうゲームになっております。1万円なんだ。これはちょっとやってみないと分かんないですね。そうですね、あとまあ聞くまでもないですね、なんでそのゲーム作ったのは聞くまでもなさそうラーメンが好きだからだよね。大好きです。大好きだよな。週何で食うの？週2以上で食べる。あんま好きじゃねえな。ちなみに僕バイト先がラーメン屋で。それは好きだからな。それは好きだな。大好きだ。それは好きだな。ここでラーメンの情報を手に入れたんだ。はい、なるほどね。これはあのとこから小麦とかでマスを買って、はい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 、小麦、じゃあこれを買うとここに小麦が入るってことね。時間経過で育っていきます。あー、そういうことか。これ土地みたいな感じになってことね、はいはいはい、あ、畑なんだ。これが畑になってて、この畑の今育ててんのこれ。竹はだからこれメンマってことでしょ。はい、竹メンマ、トウモロコシ、あ、だ北海道のラーメンしようと思ったらこれトウモロコシ、ね、竹なんだ、竹の子じゃないんだ。あと豚と鶏が必要なんですけど、俺京都の出身なんで、やっぱ鶏をベースにした鶏出しのラーメン。鶏から来た。だからそうなってくるとトウモロコシもいない。これ全部は買う必要はない。全部買う必要はないです。なるほど、じゃあ調理これでいきますね一旦。え、これで LR で、画面が変わります。おぉ、トッピングスープ、はいはいはい、これでこう変えていくってことか。ほう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 、こういうでしょ。スープから順番に、まあ、スープはね、まあ、鶏ガラで、まあ、塩鶏ガラでいくか。塩鶏ガラにして、おーおー、麺が今日は細麺が多いので細麺でいたします。それでチャーシューと味玉入れて、麺は俺コーン育ててないのにコーンあるんだけど、最初は全部あるんだ。あ、なるほど、最初は全部使えるってことね。
じゃこれでいきます。これで完成しますか。はい、75点。500円で売れました。あ、なるほどね。これで合計の金額を1枚目指そうというゲームです。なるほどね。え、これちなみにどういう計算方式でこの点数は計算されてるものなの。この中から、スープの種類と、うん、で麺になんかそれぞれ点数が加わって、うん、スープをこれを選んだら麺はこれが正解だよみたいな感じで。あ、でトッピングもこれが一応正解があるの。あ、一応あります。で、なるほど。全部正解当てると、あの100点満点で。なるほど。え、要するにこれは最高のラーメンを作る企画じゃなくて、君の一番好きなラーメンの味を当てるゲームってそういうことか。そうなってくるとね、作成者のラーメンの好みを当てる。じゃあ豚骨でいいか。豚骨だった場合は開発者の心理を読まないといけないという難易度の高いゲームになりましたよ。何ラーメンだ。ラーメンのジャンルでいうと働いてバイト先は。ヒント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 。自分のところは、うん、まあ豚骨系。豚骨系。魚介豚骨じゃなくて豚骨系。豚骨系なんで醤油とか。ああ、醤油とかね。醤油豚骨。え、ちなみに自分の働いてるラーメン屋さんはもう豚骨ラーメンの中で最高にうまいと思ってる。はい。本当かお前。だいぶ回ったけどな今。ラーメン作りというよりは、はい、ラーメン、あいつらの好きなラーメン当てるゲームではあります。ちょっと人読みが必要でしたね。そうですね。まあ、まあそれも一ついいですね。はい、うん、なるほどね。このゲームはですね、はい、ライドと VR シューティングとリズムの3要素を合わせた新感覚 VR アクションゲームとなっております。このゲームの面白いところは2点ありまして、はい、まず1つ目がリズム要素になるんですけれども、はい、敵の周りに黄色いサークルが現れるんですけれども、はいはい、そのサークルが色を変わった瞬間にショットをすることによって、はい、リズムよくゲームを進めることができるんですね。はははは。でポイントの2つ目が、世界観になります、うん、世界観が今これ宇宙空間を再現しているんですけれども、はい、実際に宇宙空間にいるような世界観を体験することができます。なるほど。なので結城さんも宇宙空間を旅しているような感覚で、はい、このゲームをプレイしていただけるとありがたいです。わかりました。結城さん、はい、このゲーム、はい、開発者を含めて、はい、ノーミスでクリアした方まだいらっしゃいませんので。おー、なるほどね。おー、はいはいはい、挑戦状態につけられましたよ、これ。いいでしょう。いや、俺多分ノーミスでいけちゃうけどな、マジで。またちょっとハードル上げてるやん。そのコントローラー初めて見た。おー、世界観かなりいいっすね、宇宙空間。あ、めっちゃ宇宙やん。かなり、もう再現するのにすごく時間かかりました。あ、そうなんすね。黄色が赤になったタイミングでちょっと、あーなるほど、リズム要素はそういうことか。あー、そういうことね、そういうことね。円が縮まってるところに合わせてタイミングってことですね。はい、そういうことになります。はいはいはい。あ、これ俺得意かも。相当むずいかもしれません、これ。ここから来るのか。いい世界観がすごいな。もう引き込まれるな、これ。あー、この宇宙の、この、なんていうのかな、トンネルの中で通っていくってことね。ワープゾーンみたいな。落ちまくりいきなり出た。これ打ちまくんないといけないね。ジャスティス出てるよ、ジャスティス。これやばくない？間に合う？あ、間に合った、間に合った。よしよしよし。オッケーオッケー。これマジで反射神経大事かも。いいですね。オッケー、グレートよ、グレートよ。オッケー、任せて任せて。ジャスティス出た、ジャスティス。いや、ジャスティスの連続ですよ。いいですよ、いいですよ。任せて任せて任せて。いいよ、いいよ、ジャスティス出てる。オッケーオッケー。ジャスティス出てる、ジャスティス。任せて。ジャスティスめちゃくちゃ言いたくなるな。いや、俺ね、この手のやつ得意なんすよ。やっぱ昔ゲーセンで作ったやつなんで。ゲーセンであったやつね、昔ね。あ、そうそうそう。はい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 。はい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 。はい。はい。あれ、あ、待って、あ、やばいやばい、ここむずい、ここむずい、やばいやばいやばい、これさ、うまいうまい、下に行くとき怖えんだけど。あ、そうなんだ。いや、やばい、今ね、浮遊感がやばい。見てる方はね、そこまでじゃないのよ。でも実際にプレイしてる方は、本当に遊園地のような感覚になる。へー、普通になんかジェットコースター乗ってるみたいな感じ。やっぱ VR すごいな。 VR やばいっすね、やっぱ。はい、ではここ最後、最後最後、見せたから見せたから、ジャスティス、イエーイ、ありがとうございます。いや、よかったんじゃない、よかったんじゃない。かなりすごいよかったと思うけどね。意外にちょっとできててびっくりしちゃった。はい、ケンキさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これね、どうでしょう。まず前提として読まないのがすごい、普通に。へー、 VR ゲームは本当に読んで、特に学生さんとかが作るゲームだと、はい、酔い対策が不十分じゃなくてマジで酔うんですけど、まあ、さっき言ったように視線誘導とかそういう細かいテクニックもそうだし、あとは結構その実際に移動するときのこの視点のこのウィーンっていう動き方とかも、うんうん、結構工夫されてて、はい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 、マジで酔いづらかったですね。
それがすごい良かったのと、あとゲームとしてもシンプルに面白いですね、うん、リズムゲームで、僕ね音楽聞こえてなかったんで、あれもっと大音量でヘッドホンで聞こえたら多分もっと迫力あったと思うんですけど、なるほどね、はいはいはい、そう宇宙の世界に入り込んでる世界観もいいし、でそのゲームとしての難易度も高いし、うん、まあ、両方楽しめるというか、ゲームとしてもいいし、その世界としてもいいっていうか、なんか VR のなんかすごいいいコロドリみたいなのになってて、非常にクオリティ高かったと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今回私たちはマグネッツというゲームを制作しました。マグネッツ、はい、マグネッツとは磁力を利用した2人プレイの協力型横スクロールアクションゲームです。はいはいはい、プレイヤーは磁力を持ったキャラクターを操作します。 1P は赤色の N 極の磁力、うん、2P は青色の S 極の磁力を発生させることが可能です。磁力の持つ引力と積力をうまく利用してステージ内のゴールを2人で目指しましょうというゲーム内容になっています。なるほど。操作方法は L スティックで移動するか RB ボタンで磁力を発生させるかの2つだけになっています。シンプル、簡単ですね。はい、でもうまく協力しないと進めないところもあったりするので、はい、タイミングよく磁力を発生させながら2人で協力して進めた時の爽快感をぜひ味わってみてください。というわけでここも私も出番らしくてあ、やるんですか一緒に。はい、じゃあ2人でやりましょうか。 OK です。はい、ステージ1からですね、さすがにちょっとさすがにイージーからいきますか。 OK、はい、RB ボタンで磁力を解除もできるので、はい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 、俺に P ね。あーなるほどね、これで、で、で磁力を発生する金属にくっつくことができる。あーなるほど、わかりましたよ。あー金属だからこれはなんか関係なくて、そう、それは関係なくて、ね、でも、え、僕どっちだっけ。あー S 極、あーそれだ、これだから、これ俺は N 極だから反発で、はいはいはい、上に埋めて、うおー面白いこれ。で、鍵取って磁極だと引き離される力が発生するって形です。赤力でボーンって飛んで、はいはいはい、鍵は鍵を取ればいいんですか。鍵を取ると、はいはいはい、次のステージの開放条件を満たしてどんどんステージがアンロックされていく形になっています。なるほどな。あーなるほど、これちょっとケンキ君待とうかな。じゃあ俺からか。それなんか戻る、巻き戻されてるよ。あーだから俺多分あそこで落ちないように頑張って耐えるんじゃない。これでいやこれ楽しいな、2人でやんの。こうでしょ、でこれ耐えてほい、連打しちゃう。ちょっと待ってね、ちょ たまたま詰まってるよ、詰まってるよ、たま詰まってるよ。はい、なんで、ああもう OK、 いやそう連打しちゃうんだよね、わかる気持ち、はいはい、気持ちわかるよ。わむずっ、だ落ち出してからじゃないと引っ張っていかないっぽいから、勇気出して落ちながら磁力でいいと思う。 OK、 うまい。おいあれちょっと待って、ちょっと待って、待ってちょっと おじいちゃん出てる。ノノさん、ちょおじいちゃん出てる。はいしょ、あいいっすね、いいっすね、いいよこれ、あいいっすね。この次よ、次やな、この次いけるよ、行かないと。おい、あれあれ木の方乗ったら、タドさんそう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 、何してんねん。いや、元の方に戻るのよ。あ、そっちからやったらいけんじゃない、木からだと。元の方に戻っちゃうのよ、木だったら。あー、いたいたいた、あー、いた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 、お待たせお待たせ、あいー、よしよしよし、ありがとうございます。ごめん、僕が押しましたね。いやでも面白い、めっちゃ面白 い、 いや、ありがとうございます。めちゃめちゃ集中するわ。はい、ということで現地の総評お願いします。はい、そうですね、あのね、磁力を使うゲームっていうのはね、僕もやるのは初めてだったんで、はい、まずアイデアとして面白かったのっていうのが一つと、で結構その工夫がいろいろあったのは良かったですね。自分と仲間 2P になってるんで、お互いがくっついて、多分今は見えなかったんですけど、お互いがくっついてやるギミックとも多分ありそうですよね。そうですね、うん、なんで結構こう広がりがあるというか、うん、例えばこれになんか電磁石の概念とかも入ってくるとさらに面白いのかなと思って、結構広がりがありそうなゲームだなという片鱗を見ました。うん、いや楽しかったです、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、そしてケンキさん、はい、パンケーキっていっぱい重なってると嬉しいですよね。そうですね、重なってれば重なってるほど嬉しいですね。高く積みたいですよね。そうですね、おー、なるほど。私たちはそんな皆さんの願いを叶えるために、はい、果てしなく高いパンケーキタワーを作るゲーム、チューチューパンケーキを制作しました。なるほど。パンケーキにはいろんなレシピが存在してます。ほうほう、はい、同じ食べ物を3つ揃えたり、画面左側に表示される組み合わせを揃えたりすると高得点が入ります。ほう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 。またステージ中に猫やネズミがオーダーレシピをしてくるんですけど、それに応えるとさらに高得点が狙えます。ほう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 。
またレシピを連続で成功させるとコンボが発生し、うん、パンケーキがよりたくさん積まれます、うんうん、上手にコンボをつなげて果てしなく高いパンケーキタワーを作ってください。おぜひ宇宙を目指してお楽しみください。おお、なるほどね、はい、だいぶ分かりやすいゲームコンセプト、分かりやすい世界観もあって、しかもモデルも全部自前ってことで、うん、かなりすごいですね。いやでもデザインがすごいですよね、可愛らしいデザインがすでに。チュートリアルやっていただいてもいいんですけど、ケンキさん多分お上手なので、はい、ステージ3くらいから、ステージ3からおお、なんかハードル上がってるよ。結構優しめに作られてるってことですね、はい、これイラストも全部自前ですよね、はい、すごいな、世界観が。ちょ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 、ステージ3難しませんか。だってね、一回こうでしょ、でこういうことが、ほう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 、あーなるほどね、そうです。待てよ、これ待てよ、ね、いちごが必要なんだ、本当はいちごが必要、これオーダーを答えないといけないよね。あ、そうです。ベーコン、あ、惣菜パンケーキも作るんだね、ベーコン、はい、チーズ、奥も取れる、力も、あ、奥も取れるんだ、奥も取れるんだ、あ、なるほどね、あ、理解してきた、じゃベーコン、あ、レモン、待て、なんか変なの乗せてるけど大丈夫。レモンが3つあると思うんですけど、それ揃えるとボーナスです。はいはい、レモン来ないんだけど。まあ左のレシピ揃えていけばいいわけね。ちょっととりあえずベーコンチーズじゃない、ベーコンチーズがついてこない、今に来ないパターンがあるから詰めないんだ、こういうことですね。いちご、おい、ちょ、レモン、あー待って、ちょっと待ってくれ。それトマトじゃないの。しかもプチトマトです。レモン、ツーコンボ、あ、違う、ツーコンボ。レシピ頑張っていただくのも大丈夫なんですけど、その、うん、とりあえず分かんなかったら同じやつ3つ揃えるとレシピと同じ扱いで、あーなるほど、あ、同じやつもいいんだ、はい、だから今日も左側のレシピでもいいし同じやつでもいいし、はい、はい、大丈夫です。はぁ、今これどのぐらい繋がって進んだんだこれで、でも全然詰めてるじゃん、21ビルぐらいまで積んだっぽいね、ちょっともうちょっと答えるわ、最高でお月様までいけます、月まで行きます。なるほどなるほど、一旦月まで行きます。やっぱパンケーキってそういうね力がありますから、やっぱ月まで行けますよね当然。はい、ちょっと月まで行かせていただきます。はいはいはい、だいたいね操作は分かってきたんで OKOK、おー、マックスコンボ行きまくってる、 OK、 おー、すげーすげー、これで、全然違う、全然違う、トマト、ベーコン、ナイス、レモン、あー、ミスった今俺、下に寝てるやつ行きたいけどブドウがない、ブドウ、イチゴは欲しいけど、イチゴ、来たブドウ、あー、なんでやらない、いけたいけた、ちょ、ここら辺は運も入ってきます、ここちょっとしゃあないね、ラズベリー行こう、ある、奥にある、ナイス、ラズベリー、まあまあけど、だいぶ行ったんじゃない、だいぶ行ったんだ、これだいぶ行きましたよ、行った、いや、だいぶ掴んだわ、え、これ月行くんじゃないの。290でしょ、山があんのか、富士山があるのか、富士山があったけど、富士山越えて、あ、月行った飛行機？飛行機があんのかよ。おお、流れ星？月行かないんか。行かないんかい。惜しかったです。だけどまだロケット級もあった。でも十分じゃないですか？かなり見せましたよ。これおもろい。これ良いですね。よくできてますね。うん。はい、総評いただければと思います。いや、出ます。いやけどこれね、あのね、まずゲームとしてのクオリティが非常に高いのと、はい。いや、あのね、ゲームってめっちゃ重要なことがあると思ってて、まず上達できるかどうか。はい。でもう一個が運要素があるからなんですよ、うん、あの繰り返しゲームをするときにやっぱ乱数がないと上達するかどうかだけになっちゃうんで、はい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 、スコアの伸びっていうのが一定になってくるんですよね、はい、で一定になってくるとゲームに対する上達っていうのが自分としての感覚として分かりづらくて、うん、それがあるとゲーム飽きちゃうんですよ、あの梅原さんが言ってた言葉なんですけど、はい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 、ゲームに飽きるっていうのは上達しない自分に飽きるってこれ多分何でも言えることだと思って、でそれを緩和させるために多分運ゲー要素っていうのが必要なんですよ、うんうんうん、でそこもあったのがこのゲームの非常にいいところ、おらおら、ゲームとしてすごい成り立ってたっていう、あとはグラフィックがすげえちゃんとした、うん、これすごかったですね、はい、ありがとうございます、かなり高評価です、はい、はい、我々が制作したゲームは畑の森魔女といって、作物を収穫するために前に魔法を打って雲を散らしたり雨を降らしたりして天気を操って畑を守るシューティング要素とタワーディフェンス要素を掛け合わせたゲームになります。プレイヤーは横移動 AD とかで横移動して2種類の魔法を打つだけで難しい操作は何もいらないという感じになってます。ですがその分画面上に目を配らなければいけない場所が多くて、畑を守るために画面右に出るゲージを管理しながらリスクを冒して敵を倒す必要があるので、一見簡単そうに見えるんですけども、クリアするためには戦略性が必要なゲームになっています。
もう一個 右クリックを押していただくと水、はい、水だ。お、雲に当てていただくと、あ、雲が増えるんだ。あ、そうですね、雨雲にどんどんなっていくっていう形になります。で、さらにどんどん当てていっていただくと、どんどん雨雲に進化していく。あー、なるほど。で、今ちょっとドラゴン出たと思うんですけど、はい、ドラゴンの出たタイミングで黒い、雲の方を、はい、に右クリック、氷の方を当てていただくと、はい、ドラゴンの方を倒すことができる。あー、雷が出てー、はい、そういうことか、そういうことか、そういうことか。そうです。で、今ちょっと雨雲がどんどん増えていくことで、ちょっと右側のゲージご覧いただくと、はい、水のゲージがどんどん溜まっていってしまって、はい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 、水のゲージがずっと溜まっていってしまうと、作物が根腐れを起こしてしまうという形で育たなくなってしまうので、どんどんゲームオーバーになってしまうという形なので、なるべく雲は晴らしていくっていう。なるほどな。あ、なるほどね。雲を保ちつつ、はい、ドラゴンで、災害を防ぎつつってことですね。そうですね、そんな感じの作物を増やしていくってことか、はい、どれだけ長い時間遊んでられるかっていうゲームってことですか。ゲームのクリア条件として1個あるのが、どんどん作物の方が自動で収穫されていっていて、雨量の左の横に、収穫ゲージみたいなのがあって、あ、そうか、ゲットって、あ、そういうことか、はい、それがマックスになるとゲーム終了って形になります。なるほど、なるほど、はい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 。この雨量が多い方が作物自体は早く育つけどってことですよね。そんな形になります。お、ちょっと雨量多くないですか。大丈夫ですか。ちょっと待ってね、一回減らしますよ。はい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 。ちょっと収穫と今雨量デッドヒートしますよ。ちょっと一回ここ勝負ですよ。一気に減らして雨量をちょっと減らないとやばいですね。はい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 。さあ、ここのドラゴンをどうさばくか。これをドラゴンさばいて、はい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 、でこれさっさと、危ない危ない、さっさとさっさと、危ない、さっさと、危ないよ、さっさとね、さっさと、危ないっすよ。どうどうどう、ギリギリっすよ、雨量。あー、ダメか。1回オーバーになっちゃっても残り5秒なんですね。そうですね、5秒。なるほどね。はい、むずよっしゃ、ラストいきますか。オッケーです、いいっすか。はい、さあ、ここでコントロール難しいぞ。いや、ダメか。ゲキさん、ギリセーフ、ギリ、ダメか、クリアー、きた、クリアー、いけた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 。よかったよかったよかった。さすがストリーマー見せたな、最後に。あぶね、マジ。いや、むずいよ、普通に。むずいっすね。いや、むずいっす。じゃあ、ちょっと総評いただけますか。はい、あのね、結構、シューティングゲームなんだけど、はい、なんだろう、シューティングの対象、うん、ターゲットを倒すのを制限しないといけないっていう。はい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 。コントロールして調整しながら戦うゲームっていうのはあんまなかったんで、うん、面白かったです。ありがとうございます。で、なんか世界観もいいですね。農作物を育てるためにドラゴンが襲ってくるからドラゴンをちゃんと抑えなきゃいけないっていう、はいはいはい、そのちゃんとこうどういう世界なのかっていうのも見えてきて、うん、非常に良かったかなと思います、うん、ありがとうございます。ありがとうございました。いや、思った以上に、はい、戦力性の高いゲームでびっくりしました、ね、そうですね、はい。このゲームはですね、アクションと味方の指揮を合わせた 3D の戦術アクションゲームというゲームを選択しました。ゲーム名、ゴーレム戦記フェルディアの栄光というんですが、このゲームは、主人公がフェルディアという国の、前線指揮官となって、はい、前線でこういうまあ、無双アクションのような爽快アクションを行いながら、はい、味方のゴーレムに対して指揮を行って戦うといった、戦術アクションゲームとなっています。はいはいはい。このゲームは、まあ、ちょっと箱庭感ある戦場で、コミカルに戦うゲームですので、ちょっと頭身とかがデフォルメされた可愛いキャラクターが特徴になっています。そこら辺のコミカルな動きとかもぜひ注目していただいて、ゲームを楽しんでいただけたら幸いかなと思います。わかりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。かなりコンセプト、これもはっきりしてるゲームなので。そうですね、なんか作りたいゲーム作った感がすごいあるんで。はい、そうですね、うん、じゃあ早速いきますか。やりたいゲームを作りました。じゃあ素晴らしいと思います。じゃあちょっと早速遊んでいきたいと思います。世界観がすごいっすよね。そうですね、ちゃんとこう、あとね、タイトルがいいわ。ゴーレム戦区フェルディアの栄光ってもの。ありがとうございます。うん、そうですね、ストーリーモードの方遊んでいただければなと思います。で、まあこれで好きなステージ選べるんですけど、はい、まあ、ぜひ城塞ステージとか挑んでみてください。城塞ステージいきます。いやいや、これはやっぱり迷わず難易度3選んでいく。一番むずいステージが一番相手の魅力伝わるんで、ゲームの魅力とか、あー、なるほどね、これで。今ちょっと、キャラクター数が少ないと思うんですけど、はい、戻っていただくとショップ画面がありましたので、はい、ここでゴーレムの購入ができます。これでゴーレムの購入ができます。はい、じゃあちょっと槍兵ゴーレム、5000ですね。戦の基本は槍兵なんで、槍兵ゴーレム、突兵ゴーレムは買えないのか。あ、突兵買えるな。9兵とかはね、やっぱいればいるほどいいんでね。じゃあこれでいきます。さあ行きましょう。 OK です。じゃあバリスタ、やることいっぱいあるぞこれ。いや、これね、普通にゲームとして深いなって。深いですよね。とうとうやること多いなこれ。配置確定、まあまあ前線にガンガン置こうかな。縦兵ゴーレムは前だな。だ、縦兵ゴーレムここに置いて9兵入れるか、後ろに。こうしますか。じゃあこれで戦闘開始で、
この城塞を落とすための作戦を行うってことですね。突撃ゴーレムにこれ攻撃命令出すか。移動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 して、これでみんな移動してくるのかな。あ、来た来た、移動します。おー、早っ。これで移動してくれると。で、こいつが突撃ゴーレムなんで、まあ多分騎兵みたいな感じなんですね。多分移動力が高い、ね、突撃ゴーレムは非常に移動が早いです。はい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 。で、こっちに移動して、この城壁を壊したらいいから、攻撃指定かな。あったあったあった。これで攻撃指定で OK。 これを攻撃して、多分これでもう壊すのかな。あー、もう壊したね。おー、壊せるんだ。うん、けど今突撃ゴーレムなんか死にました自爆して1回しか攻撃できませんね。あー、なるほど。あー、なるほどね。そういう強力な攻撃を持ってる代わりに、だってこれやった、俺一人で死ぬな。おー、すごいすごい。あ、これあれなんだ、止まるわけじゃなくてちゃんとリアルタイムで。スローにはなるけどリアルタイムなんですね。そうですね。休憩ゴーレム、ちょ、休憩ゴーレムここに移動させるか。休憩ゴーレムここに移動させて、で、縦兵ゴーレムをその前に持ってこさせて防御姿勢取らせるか。で、槍兵ゴーレムさらに前に、で、量産ゴーレムも前に。 OK、 やることいっぱいあるぞ。前にね、めっちゃ強そうなやつがいいんだよな。やばい、あ、でかいのいる。バカスタックしてる俺。やばいやばい、よし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 。HP は左上にありますね。これ HP 回復した方がいいか、ね。プレイヤーは HP 回復ないんですが、ゴーレムはあるので、はいはいはい、ゴーレムをうまく活用してみてください。なるほどね。主人公はないと、主人公を扱い切ったら終わりですで、体力バカ持ってかれる。かなり難易度が高い。なんかね、難易度の高い無双ゲーって感じ。あー、そのー、なんつうのかな、主人公は強いけどね、そのなんだろう、本当の武将として戦う感じ。自分が最強のヒーローじゃなくて、自分が最強の指揮官として戦うっていうのが、この他の無双ゲームと違うところですね。で、超むずい。あー、これでちょっと避けないといけないのか、攻撃を回避ね。あ、失った。あー、むずいけど、なんかね、いや、やりたいことはすげえ分かった。うん、伝わりましたよ。ゲームシステムがだいぶ伝わりました、はい、なるほどね。で、これね、はい、報酬手に入れて、どん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 自分の軍隊でかくしていって、そうですね、で、最終的にはすごい軍隊で、まあ、一掃することですよね。はい、かなり壮大なゲームでしたけれども、まあ、だいぶコメントいただきましたけど、総評いただけますか。はい、そうですね、まあ、まずゲームとしてのシステムの量っていうのが、うん、もう段違いに多かったですね。はいはいはい。で、ここは多分その本人がやりたいものが多分明確にあって、なんかそのゲームって多分2つ学生さん作る作品であると思ってて、うん、自分の技術力に見合ったもの、自分が今できることで何かを作るってパターンと、はいはいはい、自分がこれがやりたいからそれをやるために全部技術を学んでいくパターンの2つがあると思うんですよ、はい、で、このゲームは結構後者な感じだなと思ってて、多分元々やりたいものが構想としてあって、それをやるために何が必要なのかどん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 つないでって結果できてるゲームだと思うので、うん、なんかこうなんていうんですかね、本当に作りたいゲームっていうのがすごく見える、今回のコンセプトに非常に素晴らしいのマッチしてるゲームだと思いました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけでね、7つの学校を紹介させていただきまして、本当にね、力作ばかりでありがとうございますというところなんですけれども、はい、決まりましたか。はい、はい、これかなという。じゃあ表彰式いきますか。はい、じゃあ革新賞はですね、はい、まあ、僕の中でもこれだろうなっていうのがもう確定で決まりました。はい、革新賞はこちら、ゴーレム戦記フェルディアの栄光になります。はい、おめでとうございます。ということで湘南工科大学ですね。はい、はい、最後に紹介した、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで元気さん、賞状を渡しましょうか。はい、こちら、Kサミットの革新賞になります。おめでとうございます。おめでとうございます。いや、これはね、もう普通に何ですかね、ゲームとしてやったことないゲーム性であったりとか、まあ、はい、なんですかね、こう新しいゲームって完全に新しいって多分ないと思うんですよ、うん、なんで革新って今やってるゲームが好きなんだけど、これもうちょっとこうだったらいいのになってるのが多分、はい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 、あると思ってて、で、多分本人の中で多分元になってるゲーム多分あるんですよ。で、それをもうちょっとこうしたいが生まれてるから、それが多分革新、なるほど、ね、イノベーションにつながってるっていう、それをすごく感じたのでちょっと選ばせていただきました。ありがとうございます。おめでとうございます。さあ、では技術賞いきましょうか、はい、一番技術的に凝っていた技術賞はね、ちょっとこれね、難しいんですけど、難しいですよね。はい、ただ、まあ多分ここだろうなって思っているのは、はい、ユニバースリズムシューティングになります。バンダンゲームアカデミーの皆さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。まあ、もう技術賞を見たら分かるってところですが、改めてコメントいただけますか。うん、やっぱり、VR のゲーム自体の作成難度がまず一つ、はい、で、さっきも言ってたんですけど、画面酔いしないとかっていうのがマジむずいですよね、あれね、うん、めっちゃ酔うんですよね。
でしかもあの VR のゲームって画面酔いしないようにしようと思ったら、はい、基本的にやる行動っていうのが動かないなんですよ。動かなくて物が寄ってくるなんですけど、あれちゃんと動いてたじゃないですか。だから VR としての没入感もあるのに酔ってないっていうのは、はい、あれ普通に結構あのちゃんとしたゲーム会社でできてないことなんで、うんうん、まあ、素晴らしいと思います。本当に素晴らしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。さあというわけで最後、はい、最優秀賞いきましょうか。はい、最優秀賞はですね、ドン集中万劇九州産業大学の皆さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。いや、これはねもう正直ほとんど、まあ、みんなもね言うことないと思うんですけど、はい、基本的にもうそのゲームの、まあ、まずシステムっていうのもまず面白かったですし、あとやっぱその全てにおいてのクオリティが高水準になったっていうモデルも作られてるし、はい、ゲームとしての世界観もあるし、でもうちゃんと新しいゲームコンセプトもあって、うん、でしかもちゃんと競技性というかゲーム性もしっかり合ってるっていう、だからなんか学生の作品だけど別にこのまま例えば Steam にそのまま値段出して販売してても、はい、正直売れるゲームだと思うんですよね。なんでまあそういう意味でもう非常に全てのとおりでバランスよく取れている優れたゲームだなというふうに感じました。はい、ありがとうございました。おめでとうございます。さあというわけで今回やらせていただきましたけれども、はい、非常にクオリティの高いゲームで、はい、そうですね、しましたね。いやなんかねやっぱ良かったっすね。作りたいが見えて良かったっすわ。はいはいはい、最後のパンケーキもそうだし、なんかとりあえず可愛いゲーム作りたいから入ってるのがすごい感じれたとか、うん、で最後のゲームもなんかもうとにかく俺は軍師になりたいみたいな、はい、うん、戦場指揮官になりたいんだっていうのがすごく感じれて、うん、伝わってきましたよね。そう、はい、ゲームって詰まるところ多分体験のなんていうかね、まあ本当にめちゃくちゃ講義で言うと全てシミュレーションゲームに属すと思ってるんです僕は。おー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 、なんか全てのゲームってそうだと思ってて、はい、なんか結局本質的なところを言うとボタンを押してなんか要は ボールが動いてたりとか点が動いてて、はい、それに効率よく表示を合わせるとかそういうことになっちゃうと思うんですけど、そこに絵があって背景があって音楽があってストーリーがあるからゲームになると思うんですね。でそのストーリーに成り立つゲームに成り立つってところがこういうものを体験したいとかこういうシチュエーションこういう世界を作りたいとかってことになってると思うんですけど、それがすごくなんかできてるというかそういうのが見えてくる作品というのがたくさんあって、はい、僕はすごく嬉しかったです。そうですよね、はい、ちょっと僕も思ってた以上のレベルの高さと10分っていうねゲーム性伝えるには難しいこのステージでしっかりやりきっていただいた感はありますから、またちょっと次回やりたいですよね。そうですね、ちょっと次回ぜひちょっとまた別の機会でね、はい、学生さんのこういった作品とかも、ね、見させていただけたらなというふうに思いました。はい、ということで、ケンキさん今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、今回の TGS 特別ステージ K サミット学生ゲームコンテストはこれで終了させていただきます。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。